前節も途中から出てきた柴崎からここは非常に重要になってくると思うんですね、はい、そのためには中央の鈴木武蔵がどれだけボールを収めることが4月に入って最初のゲーム鹿島アントラーズと北海道コンサドーレ札幌前半のキックオフです。前半右エンド左に攻めていくのがホームの鹿島アントラーズ。1本長いボールを送ってきた、これがゴールに吸い込まれました。オンフィールドレビューで確認を行います。そうですね、で関川も触れそうでしたし、はい、ボールはなかなかわからない状況でしたからね。あ、ハンドですね。非常にこう立ち上がりから非常にキビキビ動いてますから、はい、鈴木から樋口ワンタッチ、名護一対一、名護決定機でした鹿島アントラーズ。シンプルについてきます鈴木優真、すぐも出ますが入れ替わって鈴木優真中へ、カメラのクリア、ただセカンド拾った中、ターンした小野からシュート、パスこのターンうまかったですよ、小野かですよね。そうですね、はい、非常にうまいターンからのシュートでしたけどね、これは見事ですね。ワンツー中村、そのまま持ち運んでいきます。中村東也、取り返す、こぼれた、鈴木武蔵、6ブロック入りました。大切なことですし、それはやっぱりチームとして勝っていくためにはね、ものすごい重要なことですからね、はい、それができているのがやっぱり今の鹿島だと思いますね。安西から横、柴崎、大切なことですし、それはやっぱりチームとして勝っていくためにはね、ものすごい重要なことですからね、はい、それができているのがやっぱり今の鹿島だと思いますね。安西から横、柴崎、後ろからシュート。前半は0対0での折り返しとなりますが、福田さん、改めて前半45分どんな印象でしょうか。両チームとも自分たちの良さを出した45分なのかなというのを思いますね。で鈴木優真がそのチャペリッチに近い位置、まあ、この辺りは有効的に動くはずです。左側もかそのままですね。鈴木今びっくり、柴崎出てきた、柴崎からスルーパス、チャブリッチ、チャブリッチ、すぐのストップです。中村東也が競ります。馬場、もう一度ボールは札幌、大崎、縦、小前、収めた、小前のシュート、早川正面でガッツリと掴みました。試練横パスで鈴木今近く預けた、右足シュート、均衡を破れました。そうですね、前半かなり仕掛けて疲れもあったと思うんですよね、ドリブルでね、はい、で後半少し消えてるなと思っていたところで最後大きな仕事しましたね。当然ね、フィニッシュが素晴らしくないとゴールになりませんからね、そういう意味ではもっとチャンスですね。さあ、チャブリッチ、チャブリッチシュート、すげえのです。鈴木優真からゴール前へのボール、ファーサイド、藤井のシュート、防ぎました鹿島。中へ折り返し、鈴木武蔵の背後、こぼれた、田中和幸、スルーパス、アウト、まだあります、これこれも決まらない。アディショナルタイム目安の6分台、
ゲームが終わりました。